えちょっとかイつまんで言いますとえシュートさんに質問ですが今シーズンのユリアンの調整についての感想であのこれはさっきちょっと話したんですけどフードさんとドグラさんがまあシュートは終盤 EX ヘッドをパラッすることが多かったけどまあ無敵がパラせなくなって逆にそれが読みにくくなったとまあ今やったらシュートをここまで追い詰めたらちょっとパラしてくるから警戒してっていうので結構それがよかったけどまあ最近はそのできなくなって逆に粘り強さが出たというか。 やりざくなってるみたいな<の>感想もあったみたいやけどその辺ついてどうかと,えと、まあ、まずユリアンの感想に述べると、まあ、全然やれるキャラではあって、うん、ただめちゃくちゃきつい組み合わせもあるんでそこら辺はちょっと他のキャラとかで補う工夫が必要っていうのと、まあ、キャラ戦っていうのはできれかなってことねちょっときついと思いますね、うん、本当に本当にちょっときついなーって思う組み合わせがちょっと出ちゃってるんで、まあ、もしかしたら頑張ったらやれるかもしれないですけどえちなみにそ,のそれは言っていいのそのキャラは えっと、今のところ、うん、いや絶対なら G ですねとりあえずああ G がそんなにきついんや G はあれ本当にきつくてで次が、うん、時点でラシードうーんラシード俺去年有利だと思ってたんですけど EX セットなくなっちゃってー、ね、全部抜けられないんですよね EX セットなくなったらマジきついねでシフトを吐くってなったら今度エイジスもたまんないしそうやね受けが本当にきつくなっちゃってうんだから言うたらダメージ操作やった部分がもうごっそり だからやりたい放題でやられるようになっちゃったんで、うんうん、っていうのとあと残儀も多分きついですねええー、残儀<技>去年ですらちょっと怪しかったんですけどあそうなんやへえちょっとあの立ち回りで球打てなくなっちゃって、まあ、打てないは言い過ぎなんですけど、うん、腕の判定がそうすごい残るんでああ球よくなってんのかそう腕のなんかそこ殴れんのみたいなダブラリで殴られちゃうんですよ腕をはい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  たま、うん、もちょっと打ちにくくなっちゃって本当ひたすら下がってどっかで前捨ス後うろ投げするっていう組み合わせたあ、まあそれちょっと確かにね。ああ、ね、ててな,な,なるほど。ああなるほど。そこの3キャラはちょっときついかなと思いますね、うん。その用意しようと思ってるキャラとかいいんのあでもベガですね。あベ,ガないベガですね。はいはい、結構なろん,んなキャラ使ってるよね。昔から もともと、まあ、最近配信してるからなんですけど、うん、スト5の息抜き、スト5でしたね。ああ<ー>、いなそう、ね、なんか、めちゃくちゃいろんなキャラ触ってるなってイメージがあるから、うん、スト5本当に好きで、うん、暇な時は結構他のキャラやったりします、ね、はい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 。まあ、その中で、まあ、ベガが一番手応えありそうやってことだね。そう、シナジーありますね。その、うん、ラシード、G、ザンギにすごい行けるんで。ああ、そうね。ああ、じゃあまあいいね、それで。いい勝負できるんで、はい。で、まあ、まあ、この後半の部分よね。この EX セットを放すことは多かったけど、できなくなって放せなくなったのでむしろシュートは、シュートにとっては終盤の受け読みにくくなって強くなってるってあるんですけど、うん、これね、なんか俺だけ、俺の EX セット弱いんですよ、なぜか。そのっと <laughs> 読まれてただろ。これ俺、前からおかしいと思ってたんですけど、別に流星さんもネモさんも時生さんも言うてめっちゃ打つんですよ。いや、もう打つよ、もちろんなのに、俺だけシュートは絶対打つっていう、みんなあって。い<や><際>俺のイメージ言っていい はい、シュートは自分から作ったフレームでも打つって感じああなるほど他の人は作られたフリーフレームの時に読み合って打つけどシュートは自分からフリーフレーム背負った時も打つからその元気なイメージがすごい強いあのだから中足ガードさせに行ってとかそういう感じですよねああとかとかまあそのあるやんそういうぶっぱなしポイントってあるやん、はい、マイナス2とかそういうポイント、はい、とかでもガンガン結構読み合っていくみたいなイメージかな やも俺、ずっと思ってて、うん、俺だけガードしすぎじゃないっていうの、もしかしたら本当に分かりやすいやあるかもしれないですけど、ひどくないって俺は前から思ってましたね。あのー、で<う>とそれは多分、その、マジレスすると、はい、そこで様子見しても勝てると思われてるんじゃないあうざいっすね。だから、他の人やったら、例えば、その、まあ、流星、たたまあ、例えばね、例えば流星だとしたら、はい、ここでちょっとダメージ取らないと、 勝ちの闘争だっていう時っていけないやんいや俺,俺他の人の試合見てると、うん、どう考えてもパナスやろって俺普段見てるんですよユリアン他のユリアンと対戦してる時はいはいはいな,んかなのにみんな重ねててヘッド食らって負けるみたいな、うん、俺がもし打ってたら絶対ガードされてんだろうなみたいなヘッドみんな打ってるんですよそれまでの多分流れよねああ流れもありますよねとかその流れあその読み合いの流れじゃなくてなあんだろう場の場の雰囲気っていうか そのの試合のトータル的なそのダメージソースの話で、はいうん、だシュートの場合やったらその EX ヘッドさえここでくらなければって思われてるっていう,いていうのをどう考えてもヘッド以外ないみたいな <laughs> ヘッドをくらなければ勝てるみたいな試合を、まあまあ、思い込みかもしれないですけど、うん、なんか他の人は、まあ、でも結局トータルなんでしょうね。そのトータル そうやね、まあ、あとはその e x トの対の選択肢がうざい人はやっぱ重ねたくなる、ね、例えばネモさんとがむちゃくちゃコパンで暴れてくるやん。まあそうですねあの割り切りってくるやんめちゃくちゃ。そうですだから結構こっちも重ねなくなったりとかそういうのもあるのよねその同じ状況でも当たる可能性がなんか高そうだ。でもそこで別にその様子見でこっちの有利が継続するんやったらまあいいやみたいなとか、まあ、そういうか細かいことが多分いっぱい積み重なってそうな。 てんやろう,なうんまあでもただとりあえずこれあれですね、うん、その起き上がりについてはそのあんまり悲しくないですねこれ話せなくなったことについてはうん、うん、あんまりその嫌だなって思ってないですね、うん、はいはいはいその今まではやっぱあるから打ってたんですけど、うん、まあなかったらそっかぐらいの勢いでそんなにその嫌な気持ちではないですねそういうなくなったのは、うん、ただ立ち回りでね打てないのが本当にきつくてきついな 受けられる技が全部抜けられなくなっちゃってるのが全部本当にきつくて、うん、あれはマジできついよないや俺、うん、最初挑戦だとき100無敵消えてるなと思ったんですけどやっぱ玉無敵はねあるかなと思ったんですけど玉、ね、無敵あったら全然違かったねまだやっぱゆりやんも最近ちょっとあの先生にね俺も教わってあーいい先生いましたねま,まだ続けてるんですけどまあ,あの歩きガードはもう一切してないんですけどまあ自分なりにちょっと続けさせてもらってるんですけどええ自己流でちょっと 歩き方でもいったかもしれないあれから何しいんすか,かけど結構ユリアン自体は続けてんのよあれから先生の話聞いてたのまあまだいいかなっていうああまあまだねうん<あ>もちろん今後はやっていくつもりだけどまあ今の俺にはまだちょっと早いかなのでああ,、まあ B プラン一切もやっ,て一切やってないんやけど12 <laughs> <一切> <laughs> 秒 <laughs> やってほしいなでやっぱりそうやねほんまにそのねかりとかそれこそさネカりとかもそうやしまあらしいとかもそうやけどやっぱ割り込みで使えないのがマジでストレスだしかもその 俺とかってシーズン、まあ、2、3とかでユリアンと対戦してた人間からすると、はい、やっぱりやられたことをやりたいやん。あ<ー>だから、ネカリ使ってて、ユリアン出やってたら、ユリアンに対してそのキャンセル決起打てるっていうのがすごいストレスやったわけ。うん全部 EXIT で取そうそう、全部 EXIT 変えるから、はい、でも自分、いざ今、俺がその逆のことやってるのに、やれないっていうストレスがはまらないのね。 うん、俺やられてるだ自分が言ったときあんなに割り込まれそう,そうあんなに散々、EX、e x セと警戒してなんか単発止めで攻めてたのに俺はできないんかよみたいなストレスはすごいですねあなんかもう1回ぐらい調整来るとしたらワンチャンあると思うんですよね、まあ、ほぼないと思うんですけどまあどうなんやろうね、まあ、そこはなんか難しいところ、ね、あるかもしれんしないかもしれないし、ねうん、そうないかもしれない あのー、いけるキャラにはいけるんで、うん、しかもまあモチベもあるんでユリアンのそうね今実際活躍してるしね、うん、楽しくやらせてもろてますなるほどはい頑張ってください引き続きありがとうございます俺もちょっとユリアンを続けますんで<お>歩きガードしてねちゃんと歩きガードはまあちょっとまたコントしますけど